竹部は岡山県岡山市北区の北端に位置する地域。域内は全大技が竹部町を管しており、2007年1月22日に岡山市と合併した水戸郡竹部町域に相当する。岡山県のほぼ中央にあたり、九尾全国と九尾まさ国にまたがる。本校では水戸郡竹部町についても述べる。現在の岡山市の北端部を占める。 1967年1月15日から2007年1月21日に、かけてはミッド郡武部町であった。町の中心地である福渡りは、旧美まさ国の南端にあたる。旭川の向かいが旧美全国にあたり、津山街道の渡し船があったこと、岡山と津山の中間に位置することから、古くより、伊古か岡山、戻ろか津山、ここが治安の深渡しと謳われた。 新式本計画には豊かな緑と多様な野生生物に恵まれた自然環境や温泉などの地域自然を積極的に保全活用し自然環境と共生した交流のまちづくりを進めますとあり、観光レクリエーションの振興と環境との共生、農業の活性化と安全で快適な居住環境の創出の2点にまちづくりの重点が置かれている。 町のほぼ中央部を朝日川が北から南に貫流している。これに、久米南町から流下する誕生寺川などが合流している。これらの川沿いには谷底平野が発達しており、集落や水田が多く立地している。その周辺は、流起準平原である、木尾高原面である。谷底平野から森林となっている急峻な斜面を登ったところに、 なだらかな高原が広がっており、牧場や棚田、集落が立地している。旭川の風景竹部町の農村景観岩渡温泉郷から竹部町福渡りの町並みを望む津山線快速、琴吹福渡駅岡,岡山市北区竹部町に属する大技とその読み方は以下の通り、1955年1月31日までの町村ごとに記す。旧 久米野郡福渡町9、久米野郡鶴田村旧、水戸郡武部村旧、水戸郡武部村旧、赤岩郡竹志村武部町に関するカテゴリー。ありがとうございます。